けします。ちょっと早いかなと思って。いいよ。ちょっと遅い。遅いし。あ、そう。だね。まあ、神経質。神経質したい。そう、神経質したいというか。これもやってんじゃん。乗り出そうやろ。乗り出す可能性があるから、地面師たち。地面師たち。ネットリックス。見た。見た。これの、ほんまにちゃんとした。コメディじゃなく新喜劇の方であのあるほんまにあるからそういうの1週間のやつ、そうそう、あの土曜日にやれる、え、そう、土曜のお昼にちゃんとあの放送される方の通常の新喜劇である可能性がある地面師たちを、じゃあちょっと、まあ、まあ、吉本でっていうこと、そうそう、吉本で、吉本新喜劇、まあ吉本で、おええよ、ちょっとじゃあ誰がどの役を一番できんねや、いや俺もちょっとやりたいよ、はじめし、ハリソン、ああそう、ハリソン、ハリソン山中、いやいや、それ違いすぎて、ハリソンかタクミ、いやいや無理やん、後藤いけるやろ、俺、後藤、うん、後藤後藤、いやいや、もうその見た目の感じがちょっとちゃうやん、ピエールさんはもうなんかごつくて、まあちょっとやな、うん、もうよろしいやん。そうそう、ちょっとだから、もうええでしょ、うん、まあ関西弁でちょっとなんかエセ関西みたいなさ、そうそうそう、もうええでしょ、俺だからどうするかやな、誰、いや、モロチアムだってもう、え、吉本の人が出てるからこれもだからこれも変えるよ、あ、変えるの、うん、アントニーでいいやん、アントニーはちょっとな、やっぱり本場の方やからあ、うん、だからハリソンは、まあリーダーで、まあちょっとなんていうの、もうだいぶ渋いな、こうちょっとこう頭がおかしいというか、うん、そういう不気味さもある、あ、ちょっとサイコパスみたいな、うん、ハリソン難しいな、ハリソンがな、竹下とかは誰、竹下書いたり、ああ、そういうことだ、え、あ、そういうこと、吉本の竹下って誰やね竹下いや、ハリソン置いといてさ、あ、なんか決めやすそうな、だ、匠とか主人公やし、あ、匠はちょっと器用なさ、辻元やから、でも辻元さん辻元さん、いや、確かにねくて、うん、だからも年齢層むちゃくちゃ上がってくるそこを上げて上げすぎるっていうことで、やっぱり年齢層どうしても上がってくるまあ背丈とか、うん、見た目、うん、っていうと、うん、ハリソンは、まあ、巨人師匠とか背高いけど、まあまあでかさな、あ、確かに、うん、あ、巨人師匠、ええやん、ええやんってことないこれほんまに、え、何もいいことないハリソンは、竹下はなんかちょっとこいつもでも薬やってて、うん、ちょっと悪かったやん、悪かった、でも裏切ったしな、そう、なんか最初がやべえなつ、うん、今の見てこれ、これどうぞネタバレ言っていいネタバレ注意ということで、あ、ほんまや、あの、これまだ見てない人はこの YouTube 見たらストーリーが全て分かれへん部分的も部分的なことしか言う竹下は、竹下だからちょっと濃い顔やね、うん、で、やんちゃ、うん、竹内は、あ、良くない？まあ、竹内良くない？まあ、瀬下とか。ああ、でも瀬下はなんかもう裏切りそうにじゃないやん。あ、あの、まっすぐやから。竹内裏切らへん。これすぐ言うよ。林はこんな裏切りやとる。違う、上げすぎ。俺のこと、自分のことばっかり気にしてるやん。俺大丈夫やんな。人間性。人間性。竹内はもう、いや、竹内、竹内する？竹内いいやん。ちょっとヤンキー。まあちょっとやんちゃで、まあ顔もちょっと男前。後藤は、やろうな。でもまあなんか。でも阪神一緒とか言っちゃう。とかまあ、タンクさんとか。あ、
でかいからな。でかいし、なんかちょっとこの、もよろしいやんとか、あー言わはりそう。ベタベタな関西弁。うん、ええやん、タンクさん。タンクさん。タクミホンなら、うん、小梶さんする。そうだね、俺小梶さんはもうなんか当てはまるなと思って、なんかそういうちょっと嫌な意味じゃなく武器ミスあるやん。確かに。お金大好きで。レイコはちょっとまあ気の強い、うん、な、うん、このせやのやりやったらやったやん、うんうんうん、あの辺の気の強さもあるから急に怒り出したりする。安井姉さん、安井姉さんな、こうキレイゲーみたいな、いいやん安井姉さん。レッスンがすごい、そこがええ。いやでもキレイゲーって言えばさ、そうやな安井姉さん、うん、で辻元、辻元、あ、匠ね、匠やっぱり主人公欲しいね俺。え、主人公感がある人がいいから。まあね、それこそほんまにイグジットのさ、カネチとか、うん、めっちゃ良くない、うん、ただスケジュールが合うかどうか、ね、他が何は過ぎてカネチが断ってくる可能性もあるから。こっち来てはるカネナリさんとか、あーなるほどね、ほんまや、千葉さんな、千葉さん、千葉光平さん、あーなんか合う、うん、ほんまやな、千葉さん、千葉さん良くない、いいね、千葉さん、ハリソンでもいいけどな。でもやっぱり千葉さんか。千葉さん。うん。ええな。千葉公平さんが、うん、辻元さん。辻元匠。うん。なハリソンやな。せやなハリソン。巨人師匠とか。うん。誰がいる？巨人師匠吉本で巨人師匠をスラッとしてる。ちょっと怖さある。タオさんとか。ああ。なんかこうクールっぽくいいけどちょっとこうミステリアスさもある。確かにミステリアスさは一番、うん、じゃあ香港さん欲しいなとかな。香港さんで匠する。香港さんは俺後藤とかいけんじゃん。ああ、うん、いけるな、うん、いけるよ。あ、それかオロチを香港さんにしてもらう。いやオロチ香港、オロチはもっとチタッパ感がないとさ。後藤ええやん。後藤香港さんする、うん、ほなタンクさんは、タンクさんはオロチは、あーなるほどな、うん、よくない、丸坊主にしてもらって、うん、絶対してくれると思うね。竹下を、うん、あれ小梶さんする。ちょっと細いな、細い細い、体が線が細いから、うん、でも竹下も別にそんなにごつい感じじゃなかったよ。ああそっか。あ、それか、騙される方、あ、まあ、騙す方か、小梶さん。絶対騙す方やな。ほんで、石ハウスとかの、あれやん、下の、うん、あの山本さんのところを、うん、俺清水さんとか言ってほしい、ね、ああ、うん、清水健二さん、うん、よくない、なるほどね、騙される方ね。そう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 、清水さん、これいいと思うね、うん、警察のさ、リリーさんとか、あ、リリーさん、リリーさんはここ清水さんじゃないかな。いやでも清水さん、いやリリーさんちょっと年配で、うん、せやな、奥さん、ああ、いや年配すぎるよ。確かによう警官の役してる。よくしてるよ、警官の格好、よう警官の格好して戻ってきてまた警官やと思って。へんちゃん警官ちょっと上すぎるか。まあでもええんちゃう、ええかも、警察のイメージあるし、まあ、人気やし、そうそう、だからそこでちょっとコメディーやから、うん、ファニー感があった方がいいと思うから。そうやな、うん、であの池田エライさんのところを、あの子な、いつも俺が言ってる、スパイクの、うん、お母さん、お母さん、だから綺麗で、お母さんがもうだからもうギュンギュンに引いてんのよ。小川さんと何のつながりもないのにすごい言ってくるから。でよくない。できたよ大体。ああ。まあな。最初のな、だからこれマイク・ホームズのさ、最初の鶴瓶師匠の息子さんは、うん、鶴瓶太郎さん。言ったらさ、もう会いた時に
始まる序盤やからさ、板付きというか、そう幕開いて、うん、ポスターで、だからこれなんか辰巳とか、か最初に騙されるね。いいよね。そうやな。おいいや。辰巳。なりすましのこのおじいちゃんどうですか。ああ。まあここはまあ本校生、本校生ちゃん。まあ、こういうとこ奥江さんよかったんやけど刑事やっちゃったからさ、法政さんとどこなりすまし役おじいちゃん法政さん、うん、このおじいちゃんを、うん、なんでなんでいやいやなんかなんていうのそのやっぱ演技派やん法政さん、法政さんどこか法政さんが俺演技派なとこ一個もないですよこんなものができはるんちゃうかなってなんか可愛らしい感じのおじいちゃんやったやんあとこのあれな住職な公安寺のあの人はムチムチの何せんてすごい大きなあった五十嵐さん五十嵐咲さん、うんうん、セックスシーンもあったしなホストだな。いっぱいのホストと。いっぱいのホストワクテでやったらいいよ。新規で。男前のところで。ちょっとじゃあこれで、うん、ハリソンは板尾さんでよかったんだよ。ああ板尾さん。今日でしょ。それは板尾さんでとか。長いな。意外とほんでいてないよね。そのハリソンみたいな感じの人が。それいい。それいい。いるわけない吉本。これが。一番今いるわけないやんこんな人芸人やるわけねえこういうタイプ意外とこう豊洲みたいな感じの人が吉本行ってない誰もいてへんねんちょっとだからちょっと難しかったかと今は、ね、一番わけわからんもんなんかなんかそのわけわからすぎてこのおじいちゃんとこ法政さんあの思いつかなさすぎて演芸やで登録者数が100万人いきますようによっしー